ホリエモンチャンネル。それでは今日の質問です。近い将来、理論物理学に関する研究は人間ではなく AI が担うようになると思いますか？現在までの物理法則はアインシュタイン、ニュートンなどの人間が考え出したものですが、今後は AI によってサイエンスの発展が進められると僕は考えています。僕自身宇宙物理学を専攻していて、将来の研究が AI によってどのように変わっていくのかが心配ですという質問です。はい、それでは本日のゲストをご紹介します。 AI プログラミング学習サービスアイデミ代表取締役の石川明彦さんです。お願いします。じゃあ先に回答読んじゃいますかね。はい、はい、私の回答からですね。はい、なんでそんなに心配なん？新しい発見をたくさんしてくれたらそれは便利やん。なんで関西弁になったんですか？分かんない。なんでいきなり関西人出てる？気分です。気分ね、はい、気分です。気分です。気分ね、うん、やっぱさっきの心配野郎ですよこれ。これな、この方は理論物理学みたいなのをやってる人なんですかね？そうでしょうね。宇宙物理学を専攻していてっていう。あ、自分が。なるほど。いいんじゃないですか。AI にやってもらった方が。はい。もしそういうことを考えられるようになるんであれば。そうですね、便利ですよね。とりあえずなんかツールとして使われるようになりそうですけどね。あ、それはもうすでに結構、うん、始まっていますね、うん、今の AI は応用研究が結構メジャーで、コンピュータサイエンス専攻ではないような学問、うん、宇宙系工学とかでも AI を使った研究というのがされています、うん、なので、まあ、ぜひ AI を活かしては研究をしていただきたいなと僕は感じます、うん、なんでなんかもうそんなのどうでもよくないみたいな、その時考えればいいじゃんみたいな、やっぱりなんか自分が学んできたものが役に立たなくなるのが怖いんだよ。取られるみたいな感覚なんでしょうね。そうだから一つ学んだらそれが未来へ続く病だよ、まあ、そんなわけねえだろって何回も言ってるけ ど、だってそれがさバシッとさ明日からお前いらねえみたいになるわけじゃないからさ、あーそろそろいらなくなりそうだなと思ったら違うことやればいいんだもんね。あれ AI 使ってね、うまいことその新しい発見ができそうなチューニングをしていくとかね。みんなお金不安なんだって書いてるけど、今かそれで稼いでるから稼げなくなるのが不安なんですかね、その分野で。わかんないけど。いやもう不安だらけですね。そうですね、かわいそう。やっぱあれですよ、そうならないようにみんな忙しくしよう。忙しくしよう。多動力、忙してたら、忙しくしてたら気になんないから。いろいろやりましょう。はい、ということでじゃあ今日はこのくらいでいいですかね。はい、はい、それでは最後告知をお願いします。はい、私たちアイデミーでは10秒で始められる AI に特化したプログラミング学習サービスを提供しています。特に理系やエンジニアの方におすすめです。まあ、最近ですとブロックチェーン講座というものも新しく誕生いたしまして、まあ、ブロックチェーン技術が10秒でこちらも学び始めることができますので、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。10秒がすごいですよね、はい、ぜひ皆さんアイデミー調べてやってみてください。それでは最後 HIU ニュースに参ります。名古屋支部では5月のホリエモン祭りに向けてコンテンツ企画を進めています。名古屋ならではのイベントを一緒に作り上げてみませんか、ということで名古屋でやるんですね。次はホリエモン祭り in 名古屋、うん、なんだろう、名古屋ならでは名古屋飯、あ、いいな、名古屋飯、まあ、ひつまぶしとかそのあんかけスパとか、うん、なんか味噌煮込みうどんとか、まあ、そういうのはまあまあまあなんだけど、もっとなんかほらモーニングとかさ、あーモーニングとかなんかサラ台湾とかさ、あ、それ知らない、知らないでしょ。だからニューウェーブ名古屋飯っていうのは結構今あるんですよ。あ、そんなに数あるんですね。そんなに結構数あるんですよ。あ、それはいいですね。そうなんですよ、だからみんな意外と知らなかったり、名古屋の人も知らなかったりとか、食ったことない人もいるようなものもあって、うん、結構ディープ名古屋飯本当20個ぐらいあ、それはいいですね。いいでしょう。うん、
はい、なホリエモン祭り in 名古屋、名古屋の方もねぜひ HAU 参加してみてください。それではこの番組が面白いと思ってくれた方、チャンネル登録お願いします。ホリエさんの意見に賛成か反対かのアンケートも答えてみてください。あとメルマガに登録いただくとホリエさんが全質問に答えてくれますので、メルマガ登録もお願いします。はい、それでは今日もありがとうございました。メルマガ登録はこちら、チャンネル登録もよろしくね。内容を読み取った記事は